どうも、漫画家をもう一度目指しています。いつもはどのいつもです。今回はこのようなクリップスタジオペイントプロ、通称クリスタで描いた絵や紙に描いた絵をビデオカメラなどで撮った映像に合成する方法を紹介します。イドモアート。まずはクリスタで描いたファイルを開きます。今回は人物だけを合成したいので、人物以外のレイヤーは非表示にします。一番下の用紙も非表示にしてください。で、こんな感じになります。チェックの部分が映像と合成した時に映像が出る箇所になります。服の部分をご覧ください。チェックが薄く見えていますよね。ということは映像も薄く見えることになります。これは色を濃くすれば防げれます。そして次にファイルを選び、画像を統合して書き出しを選びます。そして PNG を選びます。そして皆さんの好きな場所に保存してください。そして PNG 書き出し設定というものが出ますが、何もいじらず OK を押してください。そして書き出しプレビューというものが出る場合があります。その場合も OK をクリックしてください。はい、これで今保存したファイルを編集ソフトに取り込めば合成することができます。今回は1枚のレイヤーに人物画が描かれている状態でしたが、レイヤー複数で人物画を描かれている場合であっても大丈夫です。先ほどのやり方で OK です。わざわざ1枚のレイヤーに統合しなくても大丈夫です。はい、今紹介したのはクリスタで描いたイラストの場合でしたが、次は紙に描いた絵の場合はどうするのか、それを紹介していきます。まずは紙に描いた絵をスキャンし、クリスタに取り込みます。先ほどと同じように今回は人物だけを合成したいので背景を消します。このように消しゴムで消していきます。投げ縄とかいろいろありますよね。それは皆さんの好みで使って消していきましょう。今回は消しゴムのざっくりというもので消したのですが、その場合はこのようにくっきりとなるので、これは人の好みにもよりますが、自分の場合は少しボケてる方がいいので、ぼかしという機能がありまして、それを使って人物の輪郭をなぞるとこのようにぼかすことができます。また先ほどの背景を消しゴムで消している場面で自分はざっくりを使いましたが、柔らかめというものを使ってもこのような感じに表現することもできます。はい、ということで背景をすべて消し終えましたら、先ほどと同じようにファイル、画像を統合して書き出しなどやってください。それで終わりです。はい、場面は変わりまして編集ソフトです。はい、そして先ほど保存したファイルを編集ソフトに取り込みます。先ほどの保存したものを乗っけていきます。そうするとこんな風になります。そして編集を終えたものがこちらです。いつもアート、いかがだったでしょうか。結構簡単だったですよね。このやり方を知っているか知らないかで
動画の幅が変わってくるかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければこの動画に対するコメントなどいただけると嬉しいです。そしてまたチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。今年中に1000人を目指して頑張っております。ではいつもでした。